どうもソプラビットの田瀬と有田と普段メジャーデビューをしているバンドなんですが、視聴者またはその知人が体験した怖いお話、お願いします。このコーナーでは視聴者またはその知人が実際に体験した実話の怪談の身を送ってもらっています。はい、また仕入れてきました。作ったじゃん最近。いや作ってない、自家製で。本当に作ってるレベルじゃないっていうのが聞けばわかります。こんなん作れる話じゃないです。本当に。はい、まあ、僕と同い年の友達で女の子なんですけど、その女の子ともう一人女の子二人である都内の、まあ、高級住宅で行ったらしいですね。まあ行ったっていうかたまたま通りかかった、はい、でまあうわなんかめっちゃ綺麗な家たくさんあるねって、こんなとこ住みたいねなんて話しながら歩いたわけです、そしたらちょっと先ぐらいにまあ短パンで、ヨレヨレの服を着た髪びしゃびしゃの女性がいるんです、で今なんか歩いてくるんだけど、そんな人いたら誰しもが見るんです。そうやな、周り人いるの誰も見てないんです。でうわうわうわって言ってたら話しかけてきたんですよ。すみません、ちょっと今携帯とか家に忘れちゃって財布もなくて、どこどこの R から始まるカフェで知り合いと待ち合わせしてるんですけど知ってますか。いや知らないです、けどちょっとかわいそうに思ったから、そうやな、探してあげますよ、携帯持ってるんで、一緒にそれっぽいとこ探して一緒に連れてあげますよって、でそのまま R がつく、まあ、なんとかっていうところに行ったって近かったから連れてたら、いやちょっと違うかもって言うんだって。そのびしょびしょ女が、びしょびしょ、うん、でここで気づくわけ、なんか生臭いみたいな感じで、まあここじゃないですみたいな、家とかどこら辺なんですかって、だって携帯とか忘れてるわけだから取りに行ったら早い話やん、美少女ちゃんね、連絡取れるし、連絡取れないんですかみたいな、いや家近いんですけど、けど取りに行けばいいじゃんともなんか言えなくて、そんな雰囲気じゃないんだ、取りに行けばいいのになって思いながら別れたのって。まあしばらくそこら辺ぐるぐる回ってたらしいやん、友達と、まあ歩いててしたらまたいて話しかけたけどやっぱ見つかんないです。で要はずっとそこぐるぐる回ってんだって、その女の人は。これたまたま例見える人とも知り合いだから話聞いたら、生臭いのはちょっと幽霊かもね、人間じゃなかった可能性が高い。で待ち合わせももしかしたら生きてる時に待ち合わせしてたところにたどり着けなくてずっとぐるぐるしてるんじゃないかっていう自爆霊の可能性が高いらしい。でその子たちも千葉出身、もしかして2人ともお前その聞くのこうなってなってる、確定だなでは本日もやっていきましょう。一人目 YDK さんから届いた怖いお話。私が高校生の時、大学生の先輩と私の友達4人で某心霊スポットに行った時のお話です。大学生2人の先輩 A さん B さんと私の友達 C ちゃん、私、この4人です。その心霊スポットに行く前に近くのコンビニに寄って A さんがみんなにジュースを1本ずつおごってくれました。その後心霊スポットについて写真や動画を撮りましたが何も映らず、まあこんなもんかと思い帰りました。でも車の中に何か違和感を感じました。皆さんあるあるだと思うのですが、行きと帰りでそれぞれ最初に乗ったポジションに座ることが結構あると思います。運転手は A さん、私は運転手の真後ろに座っており、隣に C ちゃん、さらにその横に B さんが座っていました。なぜ助手席に誰も座っていないんだろうと思いました。行きはそんなに違和感を感じなかったのに、ふと助手席のカップケースに目をやるとその場にいる誰のものでもないコーラの缶がありました。みんなで誰のとなりましたが、それぞれみんな自分のものではないと言います。じゃあこのコーラは一体。その場はちょっと凍りつきましたが、みんな考えるのが怖くなり、もともと私たちが来る前からあったゴミということになりました。でも私の中での違和感は消えず、なぜ助手席に誰も座っていないのか、もうその場で口に出すのは怖くて言いませんでしたが、その心霊スポットは神隠しに合うと有名な心霊スポットでした。実はもともとは5人で来ていたのかも。神隠しでみんなの記憶から消えることまであるのでしょうか。考えすぎかもしれませんが、ノンラビの皆さんはどう思いますか。いや俺もそう思ってました。だからもう記憶ごと消えて人もいなくなってるってこと。途中からそう思ってたから、ね、すごいな。だってその先輩2人と行くんだったら絶対先輩1人は助手席座るもんね。座る、運転席と助手席で女の子たちが後ろみたいな、そうなるはずだもん。
それでもさ、帰った時親とかに行方不明になるんだよね。だっていや、この世の全ての記憶からなくなるんだよ。だからもう生まれてないことになって、お母さんからしたら、いや、お母さんも覚えてないんだよ。だからもういないんだよ。じゃあ家のレイアウト一瞬で変わるってことじゃん。子供部屋とかあったの？いやいや、それはまあそこまで言い出しちゃうとちょっと神隠しになった瞬間窓に変わるよ。だってそこまで言ったらあれやけど、なんかうまい具合に記憶から綺麗に。めっちゃ怖いな。続きまして、ルカさんが体験した怖いお話。私には二十歳から約6年間付き合い、婚約までしていましたが、お別れをした彼氏がいました。別れを切り出したのは私です。とても優しく温厚な人でしたが、彼は執着心が強く、喧嘩をすると私を軟禁してまで家に帰してくれない人でした。私はそんな彼にいつもイライラするようになり、喧嘩が絶えなくなり、このまま一緒にいてはダメだと思い、とても辛かったのですが、お別れを告げました。円満離婚のような、悲しくもお互いの幸せを願えるような別れでした。それでも私はめちゃくちゃ引きずり、毎日泣いて過ごしていましたが、考えて考えて出した結論だったので、決してよりを戻すことはしないと心に決め、悲しみに必死に耐えて過ごしていました。別れてからしばらく経ち、元彼から連絡がありました。どうしたんだろうと思い、電話に出ると元気そうな彼の声が。ちょっと安心し、お互いの近況報告みたいな話をしていると、突然彼が、そういえば生き霊飛ばしてないと冗談交じりに言ってきました。私がびっくりしていると、彼がこう言ってきました。なんか最近おかしくて、急にインターホンが鳴ったり、洗面台のコップと歯ブラシが急に落ちてきたり、お前が使ってたアイプチシールのゴミが窓を開けてないのに部屋中に散乱してたりしてて。その話を聞いた時、なぜかわかりませんが、急に全身に強烈な悪寒が走り、血の気が引き、直感で、あ、私だと確信しました。それはいつも私が彼の家でしていた日常、毎日のようにインターホンを押し、一緒に歯磨きをして、左右で大きさの違う目を気にし、寝る前に固めにアイプチシールを貼って、そのゴミを鏡の台の部分に置いて、彼に捨てなよと笑われていた日々。戻りたくて仕方がなかった光景、きっと自分で手放した幸せな場所に戻りたくて、その悲しみと辛い気持ちが強すぎて、もう一人の自分となり、私から離れて思い出の詰まった場所に行ってしまったんだと思いました。その時にいわゆる生き霊の飛ばし方みたいなのが分かった私は、飛ばさないようにと気をつけ、それからは彼の周りでおかしなことはなくなったそうです。いや、すげえけど、ちょっとこれこれさ、喧嘩するとさ、監禁するって言ってたの？軟禁低層帯とかっていうことですか？何もあった準備しすぎて、お前の中でめっちゃおもろなってるやん。低層帯わかんない？低層帯って何？あの、チンコ専用のチンコを、女が男のチンコをロックして、鍵も没収されて、エッチできなくさ。違う、なんだそれ。おしっことかはできんのよ。けど、鍵ないと。何それ？名前何？転送帯？転送。転送帯。なくて、できない、まあ、させないから、うん、お前はなんでそれ知ってんだよ。違う、彼女のことをやったんだよ、男がね。そうけど、全然連絡取ってなかった元彼からそう言われるってことは、もうガチでそういうことは起きてたわけだから。まあそうだね。一回やってみる。俺らもさ、普通の人に比べてさ、ある程度思いの力強いと思うよ、うん、だって最初からノンラブ組んだ瞬間、あ、俺ら絶対これで飯食えるって思ったってことは、多少なりとも思いの力というか、まあそのビジョンがあるやん、そこに結びつけれる、うん、ってことは、ある一人のファンの写真持ってきて3人で思いっきり念じたのにも、うん、生き霊とか飛ばせるんじゃん。でも俺ら生き霊飛ばす資格もなさそうだな。なんか霊感ないから。何も持ってないってこと。なんか、だからこの女の子も少なからずやっぱそういう能力あるんだよ、もともと。もともとまず見えるっていうか、まあ飛ばせるだし、だって飛ばそうと思って飛ばしてないから。生き霊飛ばしてくるやつってよっぽどだよ。結構パンチあるやつ多いし、飛ばそうと思って多分飛ばせる人ってあんまいないと思う。そんな飛ばし放題よ。噛んじゃうものなのか。そうじゃあそれは無理なんだ俺らが、願って何かするのは無理だな。
それが多分送られてきてる方が多いんじゃないかな。そう、けどそれすら感じれてないんです、俺らはね。じゃあもう本当に何の尺もない俺ら。いや本当そうやろ。とりあえず低層帯だけ買おうかな。低層帯買ってどうするの。低層帯ガチおもろい。続きまして、チョーコさんから届いた怖いお話。これは私ではなく父親が体験した話です。実は父は人生生まれた時から何度も死にかけては復活するという不死身野郎というあだ名がつくぐらいの生命力の持ち主なんです。もう77歳になりましたが、私が覚えているだけでも5回は死にかけていました。当然何度も臨死体験をしているわけで、変な勘が働くようになっていました。私が小学生の頃、その父のお母さん、つまり祖母が長く入院していて、子供ながらに介護の大変さを実感させられていました。そんなある日、夜中、突然父が布団からガバッと飛び起き、母を揺すり起こしていました。あまりの剣幕に私まで目を覚ましてしまい、何事かと聞いてみると、すでに亡くなっている祖父が今枕元に来ている。今日このまま祖父を連れていく、世話になったと伝えてきているというんです。母は寝ぼけているんじゃないかとあまり本気にしていなかったんですが、その瞬間本当に病院から電話がかかってきたんです。多分夜中の3時ぐらいだったので、母に手を引かれ父の運転する車で病院に行きました。到着した時、祖母はまだ息がありました。物々しい病院の雰囲気が怖くて、私はずっと母にくっついていました。すると父が祖母の足元あたりに向かって深々とお辞儀をしたんです。先生にお辞儀をしたのかなと思ったのですが、その時先生は祖母の脈を確認していたので枕元にいました。後日葬儀も済み、あの時父はなんで病院でお辞儀をしていたのかを聞いてみたんです。そうすると、祖母と祖父が二人揃って挨拶してくれたと言うんです。ふーんと私も返事はしたのですが、実際には何も見えないので本当かどうかは分かりません。もちろん父も全て霊的な現象が見えるわけでもなく、自分の身近なことしか見えてこないそうです。私はというと、心霊現象などに興味があるにもかかわらず全く体験したこともありません。ですがやたらと不自運がいいです。最後の意味深ですけど、不自運、不自運、まあ、詳しく書いてあったのは、なんかその大きなものは当たらないんだけど、ちょっとしたなんかその食事が当たるとかさ、うん、海鮮当たるみたいなのがちょいちょい当たっていいものが食べれると。だからガラポンで言うと赤とかね。そう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 、その程度の。なるほどね。俺らが夢叶えるぐらいの運はないやろうな。怖っ。目怖っ。次がラスト、鳥のお話でございます。まゆみさんから届いた怖いお話。娘がきっかけでノンラビさんにハマった50過ぎのおばさんファンです。三大欲求、オルソ、ハニートラップが大好きです。これは夫の友人の話です。友人の S さんは数年前単身赴任で関東の方にアパートを借りて住んでいたそうです。ある日雨が降る夜、何気なくカーテンを開けると、視界の先に赤いコートを着た女性が傘もささずに立っていて、こちらを見ながら何か言っていたそうです。でも何を言っているのかはわからず、S さんはやばいと感じ、すぐにカーテンを閉めました。でも気になり、またカーテンを開けると、今度はその女性はその場で座り込んでいました。すごく嫌な感じがして、すぐにカーテンを閉めたのですが、やっぱり気になり、直後にカーテンの隙間から見てみると、その女性はいなくなっていたそうです。その3日後、同じアパートの人に3日前、すぐそばの踏切で女性の飛び込み自殺があったと聞かされます。もともと霊感があった S さんは、あの女性のことがよぎったらしいのですが、気にしないようにしました。単身赴任の S さんは時々家族に自撮りで写真を送っていたのですが、いつものように送った写真を見た娘さんが、お父さん何か写ってるよと教えてくれた写真がありました。足元に女性の顔があり、それは雨の日に見た女性とそっくりだったそうです。また後日 S さんが自撮りした写真には
真後ろに知らない女性の顔があり、 S さん自身の顔が血だらけになっているのが取れてしまい、あまりの恐ろしさにすぐ消したそうです。その後 S さんは仕事ができなくなるくらいに精神状態がおかしくなり、会社からご家族に連絡があり、奥さんが関東の病院まで迎えに行き、地元に戻ってしばらく精神病院に入院されていました。全くの原因不明、夫も S さんが精神病棟に入院するような人ではなかったとびっくりしてお見舞いに行っています。その時の S さんは遠くをじっと見つめ、信じられないくらい変わってしまっていたらしいです。今はすっかり元の S さんに戻っていて、その場所を離れ地元に帰ってきたからよかったんじゃないかと言っています。この写真を霊感のある私の妹に送ったら、左目が激痛、もう消したと言っていました。今回の写真を見せてくれた S さんに心霊を扱っているところに送っていいかと聞くと、じゃあおまけにこれもやるよと写真をくれました。数十年前の S さんです。肩のところに赤い光があり、その中に顔が映っています。ノンラビの皆さんにはどう見えるでしょうか。ということで画像付きのものなんですけど、心霊写真ってこと？心霊写真が撮れたよっていう。で、2枚やって、1枚目は赤い女性を見た後に、家族に送ったら、あれ変なの写ってないって言われた写真。うん、もう1枚は、ノンラビのとこ送ってみたいな話をしたら、あ、じゃあおまけにこれもやるよって言ってくれた写真。おまけ？おまけ。じゃあまずはその、女性が見えた後に撮って、娘からなんか写ってるよって言われた写真がこちら。ここあるで、俺この写真に関しては違うなって思った。見間違い。なんでかっていうと、はい、いやだから見間違いというか、多分ここに紙かなんかで、要するにお菓子のパッケージとかで女性の顔が書かれてる、プリントされてる紙をゴミ袋かなんかでここに入れてると思う。この丸のちょっと上見てほしいんだけど、そうするとビニール袋の取っ手の部分が見えるやん。ってことは袋がここに置いてあるんだよ。はい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 。で、物をバーって入れてった時に、女性のこの顔らしきものが表面になるように入ったんじゃないかなって思う。問題はおまけでくれた方。これ、とりあえず、不気味に赤い謎の点というか、まあ、あざのようなものがあるじゃん。顔も。俺もどこかなって思ったんだけど、丸つけてくれてるのがあって、こうなの。口と鼻はっきりある。本当だ。昔から霊感があってっていうか、まあ、霊を寄せつけるような体質なんじゃないかっていうね。ということで、まだまだ皆さんからの怖いお話を募集しております。あるという方は僕たちのバラエティ公式 Twitter の方に DM で送ってください。では、今回の動画が面白いと思った方は、チャンネル登録と高評価、そして通知ボタンをお願いします。明日の動画でお会いしましょう。さよなら。焼き尽くせ。終焉の効果。僕ら誰もが秘めたる力を持ったモンスターだとして、目覚めさ、おかしい。弱すぎって意味だよな。強すぎておかしいって意味だ。見つけたぞ、冒険者ユウジ。この汚れた世界に消えたいよ。どうやら俺の能力は結構すごいらしい。だからといって面倒には巻き込まれたくないのだが、やってみるか。転生賢者の異世界ライフ、2022年7月放送開始。「もう数え切れなくなって死ねん涙この涙」